朝から晩までユニフォームが泥だらけになるまで白球を追い、練習の合間には自分たちが育てた米や野菜で食事トレーニング。山盛りのご飯は鹿屋農業の名物です。今特別容器がでかいですけど、それはなぜですか？もう体大きすぎる、少しずつ慣れてきました。そんなチームの夏の最高成績は2018年のベスト4、そして去年はベスト8と最近の大会で結果を残していて、着実に甲子園に近づいています。今年のチームは少ない失点で守り勝って、結束力を持って戦いちゃうと思います。新チームになってからの成績は秋春いずれもベスト16、秋は大島に2対1、春は神村学園に2対0と惜敗でしたが、その後の両チームの躍進ぶりから自分たちもと悔しさを募らせます。あの時自分がもう少し踏ん張って、ゼロを抑えとけばチームは負けることはなかったので、自分がエースとしてこのチームを絶対甲子園に導けるように、ゼロで抑えるという気持ちを持ってやっていきたいと思います。敗れた試合、いずれもマウンドにいたのがエースの楠原。去年夏の大会では第2シードで優勝候補だった鹿児島城西を2安打完封し、夏の鴨池に衝撃を呼びました。抜群のコントロールや変化球に加え、打者の間合いを外す巧みな投球術を持ち味としていますが、この夏に向けてさらに球種を増やすと、打たせて取るピッチングスタイルに変化が現れました。その後の練習試合などでは、ピンチの時こそ絶対に自分が三振で抑えるという気持ちを持って、たくさんのピンチを三振で乗り越えてきたので、この夏は絶対に大丈夫だという自信があります。エースの成長に刺激を受けた他のメンバーは、ここまでするかっていうぐらい、朝は8時ぐらいから、遅くて11時でした。この3年間で僕よりも練習やってきて、自信がついたので、最後の夏は自信を持って戦っていきたいです。県内ナンバーワンを自負する練習量でパワーアップしてきました。長身を生かした長打や広角へのバッティングが自慢の4番下宮や、上位打線でショートを守る攻守の要大坪など、上級生の練習着はボロボロです。厳しい練習に耐えられるのも一つの目標を達成するためでした。自分たちの目標は甲子園で勝つという目標なので、甲子園という目標があるので、ここまでしてくれた親とか先生方を甲子園という形で恩返しして、4年前にあと2つ届かなかった甲子園、先輩たちの思いも背負って鹿野のフィーバーを巻き起こします。自分たちがやってきたことっていうのは間違ってはないと思うので、どんな相手が来ても一戦一戦大事に戦っていきたいと思います。